もも引きの履き方を解説します。股間側が前になるようにもも引きを持ちます。生地が分かれている方がお尻側です。ちなみにメーカータグがついている方が前です。もも引きに両足を通します。濃い口シャツの裾をもも引きの中に入れます。もも引きの股部分が股間に食い込むようにもも引きを上に強く引っ張ります。右手側の生地でお尻を包みながら右手側の紐を体の左側に持っていきます。股間の穴に右手を突っ込みます。右手で紐を掴んだら右手を股間の穴から抜きます。左手側の生地でお尻を包みながら左手側の紐を体の右側に持っていきます。股間の生地がダボつかないようにお尻側に生地を引っ張ります。右の脇腹の前で紐を蝶々結びします。これで完成です。